で本当に当たったでしょ。だから当たりました。大丈夫でしょ。はい。で手相も見てもらったの。はい。で30過ぎで、で幸せな家庭が築けるよって言われた。はい。昔の女に関しては？は運命の人じゃないなかったって、うん、手相も出てないからそれは違う相手だったって言われました。仕事に関しては？仕事に関しては、なんか悩んでることあるのって聞かれて、うん、いや特にないですって言ったら、うん、今仕事辞めようか考えてないって聞かれました。なんて答えたの？その通りですそれも言われちゃったわけね。で、うん、まあ何をやりたいのっていうのを言って、うん、話したら、まあ、だと思ったって言われて、それは、まあ、向いてないって言われました。言われた。俺にも言われた通り、うん、だから今すぐに辞めるっていう判断は間違ってはないけど、うん、合ってるけど、でも今辞めなくてもいいんじゃないって言われました。うん、まあ今回を機に変わりますか。少しは今回を機に変わります。はい、少し自分の人生しっかり考えてください。若いんで、はい、一応こういった当たる人もいるんで、たまに来て見てもらうと自分の人生の糧になると思いますよ。はい、お疲れさん。